はい、皆さんこんばんは。山下エンジニアリングの山下です。今回はですね、前回、マルシン工業さんの、ドリルというヘルメットの、レビューをしました。今回はですね、一緒に提供していただいた、エンドミルというヘルメットですね、フルフェイスのヘルメットの、お話をしたいと思います。こちらのヘルメットのカタログに、私がカスタムしたイナズマ400が、はい、ホームページの方に、掲載されています。カタログにもなるみたいなので、はい、今後皆さんなんかお手に取る機会があれば、ぜひ、見ていただきたいなと、思っております。はい、では、ちょっとヘルメットの詳細にいきたいと思います。はい、今回はこちらのエンドミルの紹介ですね。はい、バイザーはですね、黒いものに、今日昼間乗るのに交換してしまいました。これがクリアのバイザーです。黒いバイザーオプションだと思うんですけど、はい、ありますので、マルシーさんが一緒に入れといてくれたので、はい、こんな感じですね。こうベンチレーターもついてて、今日30度ぐらいあったんですけど、はい、乗ってみても快適でしたね。はい、中もね、こう茶色でおしゃれな感じなんですけど、フィット感というか付け心地はすごく良かったですよ。はい、中はこんな感じです。はい、D バックルですね。質感はこの価格帯にしてはかなり、いいのではないかなと、思いました。こういうねステッチとか、はい、ね、裏にもちゃんとベンチレーションがあってですね、ちょっとマットブラック汚れが、あと傷とかがちょっと目立ちそうな、感じなんですよね。はい、ですね、このエンドミルは別のカラーも今出ていて、カタログに、稲妻400が出てるカタログにはですね、僕のタンクにしているような加工の、スクラッチシールドっていう名前だったかな、はい、銀でスクラッチ加工がしてあるバージョンもあるので、はい、それは結構おすすめですね。はい、手元にないのでちょっと何とも言えないんですけど、撮影の時は僕が被ってたヘルメットです。こんな感じですね。はい、ちょっと、ライバルというか、普段僕が被ってる、ベルのブリットとちょっと比較してみたいと思います。はい、こちらがエンドミルです。こちらが普段、僕
冬かな、主に使ってるのはベルブリッドですね、はい、シルバーフレークです。これも限定かな、もう廃盤カラーになってるかもしれないですね。まあ、帽体の大きさ的にはあのベルは S なんですけど、エンドミルは M です。まあ、若干同じように見えますけど、若干エンドミルの方が大きいかな。はい、バイザーをちょっと開けて、バイザーを開けました。まあ、中とかはね、そうですね、まあ価格が違いすぎるので、まあ何とも言えないですけど、はい、こっちはまあレザーっぽい感じですね。はい、中はこんな感じです。まあ、なのでよく研究されてるなという感じはありますね。はい、でもちろん中もね取って洗えるので、まあ、ベルもそうなんですけど、はい、真横ですね。はい、まあ価格帯がちょっと違うので、まあ、やっぱちょっとベルの方がちっちゃいかな。まあ S っていうのもあるんですけど、エンドミルは今 M ですね。はい、若干やっぱりエンドミルの方が大きいかなっていう感じはありますね。はい、顔はやっぱりね、ブリッドの方が出るような、感じです。ではちょっとかぶって比較なんかもしていきたいと思います。はい、ではこちらのエンドミルからかぶってみたいと思います。はい、このような感じです。横見ると、こんな感じですね。まあ付け心地はいいですね。はい、まあ、黒いバイザーなんで、ああこういう YouTuber の人いっぱいいますもんね今。はい、まあメガネとかも全然かけれそうな感じですね。はい、やっぱ中が黒で茶色ってのもおしゃれな感じがして、いいと思います。まあ全然やっぱね、まあ夏なんで、まあ風切り音とかはあんまり気にしないタイプなんですけど、まあ A 社とか、まあそういうヘルメットの高性能のやつに比べるとちょっと風切り音はするかなって、思いますけど、まあ全然許容範囲です。はい、もうこの値段であればだいぶコスパいいと思いますよ。はい、おすすめです本当に。ではちょっと、僕が普段かぶってるベルの方にかぶってみたいと思います。はい、ベルブリッドです。顔がね結構やっぱ出る、感じなんですけど、はい、結構帽体はやっぱり、小さい感じがしますね。はい、まあ、フィット感はまあエサなんで、はい、こっちの方が全然ありますけど、バイザーはバブルバイザーっていう丸い感じのバイザーに、変えています。はい、やっぱちょっと前回のベルモト3でも言いましたけど、日本人だとちょっとこの上のバチがあるんで、ここを深くかぶれないんですよ。なので多分外国の方とかだともっと深くかぶれるんでかっこいいとか思うんですけど、はい、ちょっとやっぱ僕もバチがあるんで、もうちょっと目深に、かぶりたい感じではあります。まあ、この辺はやっぱりね、あのマルシーさん日本のメーカーなんで、マルシェのヘルメットの方が深くかぶれるなっていう感じはありますね。まあ、なのでちょっと上が長く感じちゃうかな、かぶったところで。はい、もう今久しぶりにかぶりました。かぶった感じは、まあ、ブリッドの方が厚いかな、ちょっと。はい、まあ、その分冬はあったかそうですけど、今ちょっとかぶってるとまあ暑いです。まあ S で結構フィット感あるっていうのもあると思うんですけど、はい、まあまあちょっとやっぱりここの頭でっかち感あると思いますね。はい、ベルブリッドでした。
はい、ヘルメット脱ぎました。暑かったです。はい、今ここ、まだ涼しいですけどね、29度、湿度 80% の中で、はい、お送りしています。サンプルいただくまでは、結構どんな感じなのかなっていうふうに思ってたんですけど、あのコスパはすごいいいなと思いましたね。はい、よくできてるなと思いました。もちろんね、気になる点とかは、あると思うんですけど、はい、それをね、こう補うだけのコストパフォーマンスはめちゃくちゃあると思うんで、はい、高いヘルメット買って雨の日に使いたくないとか、そういう時とかになんか、例えば通勤とかは、通勤とかで使うけどちょっとおしゃれなのがいいとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そういうのにもなんかいいかなっていう、感じはしましたね。はい、で多分その、編集でどこに入れるかちょっと分かんないんですけど、その稲妻400の撮影のシーンとかもちょっと織り交ぜて、お送りしようかと思ってるんですけど、僕のバイクのタンクと同じ格好したような、ヘルメットがあるんで、はい、そっちの方が、僕はそれが一番おすすめかなと思います。はい、マットブラックちょっとやっぱり汚れとか、あと傷が気になりそうな、感じなので、そうですね、そっちのヘルメット、好みとかそのバイクとの相性もあると思うんですけど、はい、手元にそっちがあれば、その紹介もしたかったですが、ちょっと今回は、マットブラックということで、はい、紹介してみました。はい、暑いんでね、ちょっとなかなか僕そんなにフルフェイスかぶらないんですよね。はい、フォアとか乗るときはオーシャンビートルだし、冬ぐらいですね。はい、ベル、モト3も最近はあんまりかぶってないかもしれないですね。はい、そんなにツーリング行かないっていうのもあると思うんですけど、はい、普段僕が街乗りでかぶってるのは繁忙ですね。繁忙っていうか、その、はい、高校生の頃から使ってる、繁忙があって、アメリカンの繁忙なんですけど、はい、それをもう何年だ、高校生の頃からなんで、もう20年以上ですね。はい、使ってます。もう多分その辺の雑貨屋さんで3000円で買ったやつをずっとかぶってますね。はい、ヘルメットってやっぱその命を守るものなので、はい、しっかりしたものがいいと思います。はい、でマルシンさんのヘルメットね、しっかりSG 規格取ってるものなので、はい、いいヘルメットだと思いますよ。某なんかね、YouTuber の方、有名な、はい、ガンダムが乗ってるっていうか、ガンダムの母艦の YouTuber の方とかがなんかヘルメットぶっ壊したりとかしてるらしいんですよ。僕あんまり他の YouTube 見ないんで、はい、ちょっと話で聞いただけなんですけど、はい、素材とかね、コストパフォーマンスとか、ヘルメットってあえて壊して使うものじゃないので、はい、あんまりあれの硬い柔らかいとか壊れやすいとかってあんまり意味がない比較だなと思いましたね。はい、硬ければいいとかっていう問題でもないと思うんですよね、ヘルメットとかって。そうなので、はい、壊れやすいことによって頭を守るパターンとかもあったりとかするし、はい、重さとか、素材とか、あと価格、この辺がこうどう、バランスが取れるかみたいな、ところもあったりとかするので、そういうところにもやっぱりね、メーカーさんの思想とか、姿勢が現れると思うんで、その辺は、一概に比較が、やっぱりどうなのかなっていうところはちょっと、はい、正直、感じたりしています。やっぱりね、 YouTube って大げさな表現の方がみんなとっつきやすくて面白かったりとかするんで、はい、YouTube としてはなんかね、面白ければいいみたいなところもあったりとかするんで、はい、その辺はちょっとね、メーカーさんも困惑するところが、あるみたいなので、はい、いろいろなんかちょっと面白い話とかも、聞けましたね。ちょっと言えない、YouTube でちょっと言えないようなこととかも、はい、いろいろ聞いたりとかしたので、本当にそのマルシンさんのカタログ撮影の時、僕がちょっと車両持ち込んだ、いろいろなんか、お話とか聞いたり、撮影がどんなふうに行われてるのか、見たりとかしたんで、すごく勉強になりました。はい、でなんかちょっとね、たまたまちょっと僕が乗る機会があったので、
はい、僕が乗ってるところもちょっと撮影していただいたんですが、それがカタログに、はい、少し、載っています。はい、そうですね、稲妻400で砂浜でこうバーンアウトとかしたりしたんですけど、はい、そんなのもやったりしてました。はい、その映像はちょっとまあないんですけど、まあまあ今後ねカタログで、まあ、写真増えるかもしれないんで、はい、その辺はちょっと僕も、楽しみに、している感じです。はい、今回は、マルシさんとヘルメットですね、エンドミルを、紹介しました。まあ、なかなか本当におすすめです。はい、あの被り心地とかね、本当にあのブリットよりも全然いいですよ。やっぱりその日本人の頭の形に合ってるなっていう感じは、しました。はい、なので本当におすすめのヘルメットですね。はい、はい、今回は、ヘルメットについてでしたね。今もうちょっとそろそろナイトホーク750が完成に近づいてる感じなので、まあ、次回はナイトホークの紹介か、今ちょっとお預かりしている TW の話になると、思います。ちょっと間空いてすみませんでした。はい、今回もご視聴ありがとうございました。お盆もありません。はい、ではまた皆さんよろしくお願いします。